2019年のグランプリ、千葉県船橋市からレナ・マイカグラの皆さんです。チームスローガンは人間大好き情熱集団、年齢、体力、立場が違う者同士、同じ目標に向かって練習に励んでいます。人との関わりを大切にし、よさこいを通じて社会に貢献できるよう心がけておりますとのことです。さあ、それではトップバッターになりました千葉県船橋、レナ・マイカグラの皆さん、よろしくお願いいたします。黒潮よさこい祭り3年ぶりの開催、おめでとうございます。元気よく挨拶すると思います。銚子の皆様、こんにちは。船橋のレナ・マイカグラと申します。3年ぶりの銚子、待ちわびておりました。楽しみにしておりました。全力で踊りたいと思います。千葉、船橋、レナ・マイカグラです。よろしくお願いします。それでは参ります。ストップ。ヤンシュー巡連歌、弓切り出番。Oh.
よグランプリレナ・マイカグラさんでした。皆様もう一度大きな拍手をお願いいたします。